こちらのセリフです。 行くぞ。
な。チャンスだ。よーし。マイ。あ。みんな大丈夫か。ありがとう、クリア。さあ、それ。あるじゃねえか。あんたこそ見かけ倒しじゃなさそうね。
いつ俺の番だな。リンク、どれどれ。あ、それじゃ。この程度か。行くぞ。崩れた。来るぞ、頼んだ。私の番ね。崩れた。任せろや。行くぞ。いいぜ。ほんじゃま、次行くか。ありがとう。行くぞ。壊せ。俺の番だな。マイ。ねえ。ありがとう。よし、やったわ。まだまだこれから。各種ステータスアップ。さあ。洞窟まであるのか。教官、私怖いです。さあ。いつも行ける。はい、そこ離れる。さあ。宝箱か。お疲れ。
ル様、あらた。確かに。では。やるじゃねえか。あんたこそ。いつでも行け。ここで決めんぞ。もらったぜ。行くぞ。うちの。行くぞ。続けてくるぞ。私の番で。俺の番だな。また崩れた。どうぞ。これで終わりだ。行くぞ。どうぞ。ありがとうクリア。それはこちらのセリフです。
こちらも大海原、島の反対側に出たようですね。ミリアムが向かったのはこの先か。はっ、いつでも行けない。
いいぜ。行くわよ、行くぜ。いっと、崩れた。ありがとう、クリア。それはこちらのセリフです。いつも生きる。それでは先行します。危険な場所があればお伝えしますので。残り半分です。どうか気をつけて。お宝発見です。またも共鳴したか。また会ったの、リーン・シュバルツ。今のは場の記憶に共鳴しただけじゃろう。どうも主はその手の記憶と相性がいいみたいじゃからな。内戦の時、精霊窟でドライケルスの記憶を見たように。わらわは何でも知っていると言いたいところじゃが、あいにく遠見ではなく単に人づてで聞いただけでな。言っておくが、その気になれば可能じゃぞ。遠見や影飛ばしは別にビータの専売特許でもないしな。とっと、口を滑らせたか。ま、今の原始はせいぜい覚えておくがよい。それよりも偽物探しじゃが、彼女たちからの預かり物がすぐ近くで役に立つはずじゃ。
それではの、行きがけのダチに今回は少しもらっていくぞ。またの。Thank you.
ちのめすぞ。クレイジーハント。せっ。いいぜ。ほら、やっぱりチャンスだ。あたしの番ね。ガンダム、トライカー。せ。僕の番だな。行くぞ。はっ。俺の番だから。はっ。崩れた。おし。よーせ。僕の番。はっ。崩れた。やり。乗せないで。いいぜ。チャンスだ。意外とやるじゃねえか。あんたこそ見かけ倒しじゃな。ありがとう、クリア。あ、それ。打ちのめ。
マイ、今だ。いいぜ、僕の番だ。どこだ。聞こえない。私の番ね。逃がさない。行くぞ。あ、崩れた。任せる。一度。見た。いつでも行ける。せせ、ハッサ。崩れた。ここで。マイ。俺の番だな。私の番ね。よし、はい、よし、これで大丈夫だ。強敵か、強敵だ、気をつけろ。打ちのめすぞ、クレイジーハント。逃がさない。崩れた。僕の番だな。いっそ、そこだ。任せろや。崩れたぜ。合わせろ。行くぞ。今だ。よし、俺の番だな。任せろや。そんじゃま、次行くか。お宝じゃねえか。Thank you.
僕の番だな。僕の番だな。そこだ。ここで。いいぜ。よし。行くわよ。くれた。もらった。意外とやるじゃん。Thank you.
決めんぞ。俺の番だな。特番もらったチャンスだ。一気に行くぜ。崩れた。落とした。崩れた。もらった。俺の番だな。今だ。来るぞ。頼んだ。僕の番だな。そこだ。いいぜ。崩れたぜ。私の番だって。来いわね。はい。今だ。来るぞ。よし。俺の番だな。私の番で来て。いいぜ。よし。マイ。崩れた。落とす。ありがとう。いえ。それはこちらの。お宝じゃねえか。敵か、注意しないとな。せい。相手にとって不足はねえ。あがくせた。くた、頼んだ。行くわよ。壊せ。私の番ね。僕の番だな。いっと。崩れた。俺の番だ。崩れたぜ。
行くぞ。あ、今だ。おっと、行くぞ。崩れた。やい。やべ。じゃなくて。よし。はい。そこだ。速攻で。俺の番。任せて。もう。Thank you.
現時点をもって非常事態が発生したと判断する。君たちは宿泊小屋に待機、演習地方面への連絡を頼む。おい、そいつはお一人で行くつもりみたいですね。はあ、すまない。だが今回は今までと状況が違う。この先はあのミリアムが自力で帰還できないほどの何かが待ち受けている。今回ばかりは。冗談じゃありません。だからこそでしょ。こういう時に私たちをうまく使えなくて何が七組教官ですか。あ、昨日の夜ならいざ知らず、今のあなたが冷静だとは思えません。未知の領域に一人で踏み込む危険はあなたが一番分かっているはずでしょう。教官の霊の力も奥の手、そうそう多用できないのでしょう。救出確率を上げるためにもサポートはどう考えても必要では。それは私は別にミリアムさんのことを姉妹とは思っていません。でもそれでもどうしても放っておけないんです。教官のことを、あの能天気でお姉さんぶって、でも私とよく似たあの人のことを。ハル。そうか。てめえに何を言われるまでもなく、こっちは腹をくくってんだっつうの。だが決めるのはあんただ。切り捨てるならとっとと言えや。血が昇っていたな。やっぱり俺もまだまだだな。教官としても一人の人間としても。命令を訂正する。総員最高レベルの戦闘準備を。念のために演習地に連絡し、バリマールを呼んだら突入しよう。それでいいんだよ。よし、早速準備を整えよう。もしもし、リン君？トア先輩、至急各方面に連絡してほしいことが。Thank you.
っ、せい、いつでも行ける。魔獣の気配も感じない。はっ、終点までは安全そうだ。しかしなぜこの島にこんな遺跡が隠されて。何かありそうですね。今は先を急ぎましょう。下に降りるにつれて肌がゾワゾワしてくるような、霊力の塊のようなものも徐々に見えてきましたね。鬼が出るか蛇が出るかだな。結社の敵機体。ミリアムさん。あら、あーちゃん、リーンに7組のみんなも。どうしてこんな場所に。よかった、無事みたいだな、ミリアム。まったく、ユーシスが思い詰めるくらい心配してたぞ。えへへ、会議があるのに悪いことしちゃったかな。それじゃあユーシスに聞いて僕を探しに来たんだ。ええ、ですがさすがにうかつすぎです。でもよかった、ちゃんと無事でいてくれて。まっ、そこのでかいのといい、ヤバそうな状況だけどな。ここを探し当てるなんて。ふむ、自力で仕掛けを解除してきたということか。その巨大な機体が新たな実験用の新機だな。ええ、ですがこれまでの2機とは違いますわよ。タイプアルファ2、かのガレリア要塞を消滅させたタイプの改良機ですわ。まあその時ほどの力はないみたいですけど、それでもあなたの鬼神ごとき敵ではないでしょう。なんかこの場所で霊力を補給してるみたいでさ、なんとか場所を突き止めたんだけど見つかって。うかつすぎでしょう。ですがやはりクロスベルの紫の神器と同じみたいですね。なんとか阻止すべきだろうが、人質を取られているとなると。いや、少なくとも傷つけられる心配はないだろう。迅速しか知らないが、彼女たちの誇り高さは知っている。人質を傷つけるような真似は絶対にしないだろう。彼女たちの崇拝する主にかけて。はは、面白い若者だ。女心をくすぐってくれるじゃない。リュバリーがよろめくのも無理ないかもしれないわね。よろめいてません。ここであったが千年目、我ら敵機体の力改めて見せてあげます。そうだな、灰色の騎士隊楽しませてもらえそうね。俺の獲物よりでかいとはな。その弓も尋常ではない雰囲気ですね。でも絶対に引けない。ああ、3ヶ月近くに及ぶ修行の成果を示すためにも。私も引けません、形式的とはいえ姉妹ですから。あーちゃん、
通る際に7組特務課、これより敵集団の制圧を開始する。おう見くらうヘビ、第七師と直属。敵機体が三体し、お相手捕まつる。いざ尋常にスカーブですわ。ハイネ、エンネア、行きますわよ。承知任せて。お返しだ。しゃらくせえ。マイ、俺の番だな。打ちのめすぞ。クレイジ、行くぞ。迷宮を知る。これで灰色の騎士もさすがだが、それ以外のひな鳥も結構やるな。黒ウサギにバンダール流、それ以外も粒が揃っているわね。さすがの腕前だが。でもなんとか届かないわけじゃないわ。このまま一気に押し切ってやるか。調子に乗るんじゃありませんよ。ここまではあくまで小手調べです。何？この上まだ余力があるというわけですか。ええ、本気の彼女たちはこんなものではないはず。ああ、気を抜くな。いや、別の何かだ。気をつけて、僕もあれにやられたから。成功陣を披露するのも久しぶりかしら。我ら敵機体が結社最強とも謳われるゆえ、その身で存分に味わうといいですわ。その必要はありません。お戻りでしたか。もしかして結社の七使徒の一人。見くらう蛇が第七中、鋼のアリアンロードといいます。トールズ第二仏校、獅子神皇帝の意志を受け継いだ生徒たちに教官でしたか。なんだ、そこに存在するだけで、喋るだけで感じるこの圧力。来い、バリマール。いきなり。おう、立ち押しにできる相手じゃない。七組総員、ミリアムを救出してここから撤退してくれ。良い判断ね。
ですが間が悪すぎましたね。一度手合わせ願いたいと思っていた。リーン教官、内戦時でも見せた。八王一刀流中伝リーン・シュバルタ、全身全霊をもって武の指標に挑ませてもらう。息やよし、それでは行きますね。来なさい、灰のライダー。行きますね。行くぞ。うちの俺の番だな。人の身でマスターに挑もうとした代償か。完全に暴走したら帰るしかなさそうね。
さてどうしますか。そのまま完全なる鬼と勝つか、逃げるか、我が軍門に下るか。せめてミリアムと生徒たちを逃がせれば。だったら俺自身などさせるか。ダメだ。レッセ、黙ってろ。ふざけないでください。いつも自分だけいい格好ばっかり。ここで前に出なければヴァンガールは名乗れません。これ以上かっこよくなられてもちょっと困ってしまいますし。ですから教官は私たちが守ります。悪くない。ですが甘すぎる。少しは現実を知るといいでしょう。そこまでにしてもらおう。久しぶりだな、リン。ミリアムとは先日の通信以来か。ガイウス、ガイウスなのか。間に合ったんだ。こうなったら僕も。ミリアムさん、やった。ごめんごめん、手こずっちゃった。なんて力。鉄血の白ウサギ、少しばかりは侮ったか。そしてノルド出身の旧七国ガイウス・ウォーゼル。しかしその雰囲気は。その若さにしてその佇まい、その風格、廃部起動者とは別の意味でただ人ではなさそうですね。あなたの足元にも及ぶまい。だが俺の全力をもって彼らを逃がすことはできるつもりだ。いいでしょう。なんて能力だ。霊力の充填も完了。舞台を一通り整いました。遊郭の若騎士たち、底なき制の代理者も、せめて今宵くらいは安らかに眠るといいでしょう。戻れたか。リュウ、よかった。全く無茶をする。教官、いくらなんでもあんなことは。すまない。だが文句は後で聞こう。出てきてもらおうか、青のジークフリード。知性の代理者。やれやれ。え、まさか。どうやら聖女には最初から気づかれていたようだ。まだまだ甘いな、俺も。そしてお前たちも。ああ、否定はしない。
どうやら結社と対立しているのは確かなようだな。この島と峡谷地帯の争いでそれぞれ何を狙っているんだ。何よりもどうしてそんな壁をつけている。それは聖女も同じだろう。答える義理はない。付き合う必要も。待て。新旧7組それなりだが実力不足は否めまい。うごめくは私兵の群れ、そして至高にして伝説の存在。今回ばかりは指をくわえて眺めていることだな。改めてノルド出身の旧7組ガイウス・ウォーゼルだ。見知りおき願おう新7組のみんな。
悠々しき事態ね。その必要はない。失礼いたしました。次期公爵閣下。おお、昨日も見かけたが、そうなったわ。ミュゼイーグレット、イーグレット博の孫になります。今回の会議での決定、応援申し上げておりますわ。おお、イーグレット博の、このような令嬢がいたとはな。ぬははは、覚えておこう。それではな。おやすみなさいませ。
会うのは初めてだが、死からの手紙で存じている。この身はすでに帝国貴族、随分羨ましく思っていたものだ。恐縮です、順将。結社にせよ会議にせよ、明日はおそらく佳境を迎えるだろう。風と女神の導きを、ガリウス、君の使命を果たすといいだろう。ええ、そのつもりです。ただし使命ではなく、あくまで七組としてですが。綺麗。数百のかがり火にイルミネーションの明かり。これがカイトの月祭か。アンゼリカお姉様もおっしゃっていたことですし、ちょっとだけぶらついてから帰りませんか。ああ、少しくらいならいいぞ。少しフライング気味だし、みんなへのお土産を買ってもいいかもな。やったせっかくだし、カイトのお上品な店あたりで飲むか。だから君は未成年だろう。では教官、二人きりで夜の鳩場にでも。だからあんたはやめい。もはやお約束で。なんだか幻想的ですね。ああ、まさに精霊を迎えるのにうってつけだろう。しゃぎやがってこの辺りでみんなへのお土産でも見繕っておくか。
相手させていただきます。
させていただきます。参りました。